敵は城より出て不死に全面の防御を固めています。城から出て我らを防ごうとは愚策の極み。シオ、お前がおとりとなって南を攻めよ。昭和敵が死の部隊に釣られたらその背後をつけ。義に謀反し縁を立てた。どんな男かと思いきや高尊炎、とんだボングよ。こんなくだらぬ戦すぐに終わらせてくれる。殿は名称加工。ショ、そう怖い顔をしないでくれ。シオ、ボング以外の何者でもありますまい。しかし呉は孫権を中心に結束しています。国の内も外も均衡が崩れた状その行くぞ。死は手はず通り南方より攻めかかれ。敵の目はそれで引きつけられようぞ。今は東側に布陣せよ。敵の防備が薄くなりしかい奇襲をかける。高尊炎はそんなに大したやつですか。わざわざ俺らが戦う相手とは思えませんよ。そうよ、時にはくだらぬ戦もせねばならぬ。責任ある立場とはそういうものだ。制圧したら進軍を止めよう。その場で敵を挑発し誘い込め。張り合いのねえ敵だ。寝てても勝てるぜ。奴らは臆病風に吹かれて逃げちまったか。父上、戦の最中に考え事ですか。退屈な敵であることは否定しません。諸葛亮との戦を思い出していたのは我が英知を傾けるに値した戦のことだ。
の自虐及ばなかったか。敵将、私が討ち取った。うっ、報告、敵軍の一部が動き始めました。固めていた防備をこうもたやすく崩すか。引き続き用地を抑え、南に敵をおびき寄せろ。一人で勝てると思ったか。下を甘く見るとどうなるか思い知れ。小手で動くのかよ。こりゃまいった。
私の知略に勝てるとお思いか。負けではない。敵将、私が討ち取った。おとなしい。我が策に組み込んでやるとしよう。報告、さらに多くの敵が南に向かっています。城内外の敵が面白いように釣れる。籠城しようとしまいと結果は同じだったか。つまらぬ戦はもう十分よ。東側より奇襲を仕掛けろ。はいはい、ちゃんとやるのって。父上に叶いませんね。この地、我が先に踏み込んでやるとしよう。大変だ、敵の奇襲だ。慌てるな、早く何とかしろ。この体たらく、国を束ねる者の器が知れる。大した働きだ。さすがは花公園の息子よ。いやいやいや、父さんには遠く及びませんって。伏せろ。
策に組み込んでやるとしよう。私とて乱世を進む者、倒されてやるわけにはいかんのだ。降参いたしますゆえ、何とぞご容赦を。反乱を起こしたこと、それ自体は大した罪ではない。貴様の最大の罪は反乱を起こす才があると思い込んだことだ。己の器を知らぬボングが。メッセ、バカどもの乱痴騒ぎが繰り返される。虚しき世だ。よもや我が才を持て余すことになろうとはな。希代の知将芝居は高尊園を滅ぼした。自らの能力をわきまえず義に背き、炎王を自称したボングを、愚者に対する怒りが収まらぬ中、芝居はある男を思い浮かべる。五条原に散った不正室の天才諸葛亮。この虚勢が消えし後、天下はその様相を変えつつあった。義は宗妃の後継宗英に無道な行いが目立ち始め揺れていた。呉は義職の争いを見つつ、この地家には伏兵を受けるとなると、この両松が、こんな暗闇で地図とにらめっこかい。誰だっけ。自分は当該と申す者。あなたのお父上から幾度か教えを賜ったことがあります。堅苦しいこと。芝生殿に申し上げたき義があります。で、あんたは何が言いたい。失礼は承知ですが、我らは遠征軍ゆえ、我らの動きは敵によ。と進言してみたものの、俺が言っても同じ。はい。